皆さんどうもこんにちは、ミントスです。今回はオブサイトというゲームをやっていくんですが、なんとこのゲームリトルナイトメア風のゲームらしくて、リトルナイトメア3なのではっていう、まことしなやかな噂が流れてるとか流れてないとか、多分流れてません。というわけで、もしかしてですね、めちゃめちゃ評価が高いんですよね。しかもフリーホラーゲームということで、そんな完成でフリーホラーゲームとのことらしいので、いや、早速ね、そんな長くないゲームらしいんですが、早速やっていこうと思います。というわけで、よろしくお願いします。お、確かになんか、ぽい。なんか、ぽーっぽい。あ、なんか見たことある。ような、あ、ジャンプとかあるんだ。なんかボスボタンとかあるのかな、ボスボタンとか。しゃがみがこれで、A がジャンプですか。Y がジャンプ。何このカメラ、懐かしい。鏡よ鏡、世界で一番カレーが好きなのは誰？私です。はい、OK です。このカメラ成長して、おー、いいですね。行きましょうか、奥に。これ何？何ですか、これ。渡れないんですか？何これ。引っ張ってくるって出てますね。あ、これでね、運べるんだ。すごっ。いや、リトルナイトメアといえばね、やっぱ 2D プラス奥行きがね、非常に素晴らしいゲームではあったんですが、いや、こちらのゲームを負けず劣らずといったところが、お、絵紙が落ちている。あ、 BGM いいな。これ何、上がれんの、これは上がれはませんか。あ、これくぐれるんだ。すごっ。これなんか登れそうじゃない？ああ、やはり登れる。どうぞ、ください。どうも、今回はオブサイトというゲームです。皆さんも楽しんでいってね。これ、こっちなんかあるのかな？そうね。おお！ああ、ここね。リトルナイトメア2でもね、ここ最初にありましたからね、こういうところ。いいですね。このなんかしゃがみモーションなる感じ好きですね。あ、これは化け物の？何これ、何これ。あ、ちょっとなんか杖っぽい感じするな、これ。インスパイアされてる作品ということだったので、いや、なんかどうも1と2プレイした方からするとめちゃくちゃいいですね、これ。お、上に上がってきて電話がありますね、これ。これ何でしょうか。あ、ここ上がっていけるんだ。これ何があるんだ。いや、なんかあるけど、登るのめっちゃ難しそう。ジャンプの挙動があるんですね。結構フリーダムな感じしますね。フリーダムですけど、まさか登れないんでしょう。すごいなんかね、レトロチックのなんかこう電話があって、ダイヤル式っていうんですかね、あれ。やりますけどね、あれ。あれをかけることは私はできないでしょう。では、OK、行こうと思います。おお、いや、奥行きすごい。登れんだ、ここ。何があんの。いや、特に何もなさそう。メトロノームみたいなやつがあるか。行けるんだ。特に何もないけど登れますよっていうことか。何これ。こっち行ってみようかな。あ、なんかこれ。明らかに怪しいんですけど。何？待って、何？何これ？あ、投げるの？いや、特に何もないんだけど。何これ。なんかあんのかな。特に何もないけどね。向こう行ってみようか。この瓶持っていっとけばいいのかな。持っていっとくよ、これ。何かに使うのかもしれませんね、これは。
いや、でも大きい階段ですね。多分家の人結構でかかったですもんね。お？なんだ？ちょっと置いてっか。ポテト走れませんからね。ここは何もなくて、こっちも何もない。え、これなんだ？はい！おお！おお、登れとか。え？え？え？なにこれ？これなんかあんの？え、スリッパはあるけど。いや、特に何もないし、結構足頑丈なんだね。やっぱりね、時計がなんか、ボーン、ボーンとあっても気になるね、すごく。ここが何か登れる感じはないと。あ、登れるんだ！え、すご！あ、あれじゃない？こうじゃない？あ、違うんだ。待って、いや、いかにもって感じだったりね。いや、特に何もなさそう。だって。あ、特に何もないんだね。だすごいなんか、あの、自由度が高いから、なんか行ってみようかなって気になったけど。いや、ここ思い出すなぁ。でもなんか、リトルナイトメア2の難しかったもんなこういうパスのところで。ね、ボタン？あ、わかりました、これ。ボタンあれですね。持って行って投げるって書いてあったから、多分、これを持っていって投げて、あのボタン発動させる感じですね、これは。オッケーオッケー。この空きカンカンでいいですかね。とりあえず、こいつをぶつけてみよう、今回は。よーし、見てろよ。今から投げちゃうぞ。で、B ボタン投げると。おー、なんだ、火が出てるぞ。え、なんだ？え？絶対ここだよね。あ、わかったわ。わかった、これ。時間制限あるんだ、多分。ちょっと待って。多分そういう系だな、これ。向こうには行けなくて、こっち行けるってことは多分そういうことだな。オーケーオーケー。で、多分あの時計の音が、まあ、ちょっとこじつけではあるんですけど、多分そういうことなのかなと思うんで。オッケーオッケー。いや、なかなか持てないじゃん。ちょっと、いや、ちょっと持てないじゃん。いや、持てたけど、待って待って待って。はい。あ、オッケー。ノー！待て待て、難しいぞ、これ。いや、これ、普通にむずいじゃないかと思うんだ。ちょっと待って。あれ？ちょっと待って。いや、結構、こうむずい、多分これ。はい、オッケー。はい。はい、オッケー。あ、ちょ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 、オッケー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 。いや、ギリギリすぎない？だって、いや、なにこれ、赤い部屋、なにこれ。なに？熊と写真置いてあるの？変な声しない？みたいな。なに？何の音？なに？え、すごい空中浮遊してる。なにこれ？なにこれ？なにこれ？え、バグった？大丈夫？オッケー。後ろ降りんの？降りますよ。え、なに？ここ降りていいのかな？わお！え、なに？あ、こっちは一回いないんだ。え？なに？なんか、あの赤い部屋絶対やばいんじゃないこれ。え、はい、なんか踊ってんだけど。え、普通に見つかったんだけど。え、え、どういうこと。写真されちゃったけど、え、見る場所どっかあった。え、ないよね。え、どういうこと。うわーって言うってこと。え、なになになに。
やもう常に途中から関係ないよおじいちゃん。ちょいオーケーオーケーオーケー、あ、これいいんだ。で、こっちを何この中入っていく。いや、ここは別にもないんだ。何逆になんもないって、何いたもなんか。あ、オーケー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 、ここでね、オーケーオーケー、見られないようにして向こう行けばいいんだ。え、動いていい、大丈夫。あ、わかったわ。のこれちょっと待って、なかなかじゃないか。ここ見つかってるんですか。いや、ちょっと目よすいじゃない。あ、広角レンズか何かですかそれ。オッケーオッケー。でこれで、ね、こうやって、え、嘘、登れなかったんですけど。なんだ、案外見えてないの。え、案外見えてない説ないこれ。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、逆サイドいけるか。どういう手？え、めっちゃ伸びてこなかった今。待って、あそこ待って、あそこ登るのがさ、いや結構このゲームさ、使うモーションがなくて、そのまま張り付いて登るモーションだからさ、それがなんかさ、意外になんかさ、スルッと滑っていくんだよね。OKOK。で、ここやって、OK。はい、これ行って、こうね。で、ここで、あ、オッケー、ロータロータ。何？あ、これね。おー、これ上手伸ばしてくんの？いや、だって、これね、独特なね、若干のね、なんか荒さがね、あーって、あ、危ない、危ない、危ない。くそ、今。降りの、降りるらしい。え、見られてる？これ、え、大丈夫？向こう行ってくれる？大丈夫？え？オーケーオーケーオーケー。何これ？めっちゃシュールなんだけど。オーケーオーケーオーケー。行った。危ねえ！ああ、土管のバルブいっぱいあるぞ。これ何これ。あ、降りていく、いいね。あ、この先行ってどこ行くんだ。うわー、ちょっと古い家行っちゃったね。何これ、レトロな感じでね。まあレトロっていうか、もうボロボロといったら楽しいかもしれないけど。瓶がなんかあるな、これ。あれかな、いいことあるかな。いや、これはでもなんもなさそうだね。オッケーオッケー、よし。ダメなんだこれは。あ、これはダメなんだ。あ、これはダメなんだ。オッケー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 。え、これ何？え、こっから飛ぶってこと？もしかして、え、こっから？オッケーオッケーオッケー。上行けばいいのかな。上かな、下かな。下もなんかありえる感じっぽかったけどね。まずちょっと上から行ってみようか。もうなんか、こっから流れてんのか。あ、なんか、どこかで聞いたことがあるような、懐かしさを感じる曲だな、これ。ねえ、上はあるけど何かがあるわけではない感じなんだね、これは。おお、なんか時計が。
ちょっとこうやって見るとやっぱ面白いな。なんか普通に面白い。オッケーオッケー。はい。特に上は何もなさそうだったんで。いや、ここも降りていこうか。なんだこれ。ゲーなんかドキドキすんな。なんか待ってそうだもんね、普通に下に行ったら。待てよ。はい、ここ行って、あの、右の方ですね。右の方じゃ見せましょうか。はい。はい。バグったかと、バグってなかったわ。あそこなってたんだ。え？え、ここはじゃあ何もないってこと？逆に。え？カメラの森？おい。オッケーオッケー。え、ここは何なの逆に。わー、なんだ？すごい、なんか。ぶつかったような音した今。あ、こっち行って、え？何？なんで宇宙から来るのいっぱい。え、目ついてね。危ない危ない危ない。何？どうするのこれ。待って。あー、飛べばいいのか。オッケー、飛ぼう。はい。やばい。あの子足長いじゃん。オッケーオッケー、飛べ飛べ、俺よし、飛んだ、うまい、入れるか、いいね。え、あのカメラの部屋何、あれトラップの部屋かなんか。え、まだ来るの、もしかしてこれ。いや、まだ来るんだね。ギミック豊富だね、本当に。待て、彼の写真撮れたら私の魂もカメラに閉じ込められてしまう。そう、江戸時代ですが、そうだったように。危ない、いいね。江戸時代でそうですね、カメラに撮れると魂が問われるって言った人の気持ちが、今少し分かりましたね。多分こういう気持ちだったでしょうね。まあ私はまさしく、まあ、魂問われてしまうんですけど、間違いなく。いや、閉じ込められるが正しいかもしれませんけど。やだこれ。で、なんか、ぐにゃってないここ。何？いや、ちょっと青白い光ってまだいんのここに。いや、君どっから出てくるんでね。待って、何？どこのドアか、何かの人？あ？あれどうすんだ。いや結構むずくないこれ。はい、オッケー。はい、オッケーオッケー。はい、オッケー。はい、あ、こうすればいいわけ。オッケーオッケー。ね、またそっから出てくるの。え、すごい、何それ、めっちゃできいいじゃん。ちょっと待って、結構終わり方がドキッとするんだけど。オッケー、いい出来だね、これ。わーって、止めー、止めた、オッケー、危ない。やばい、奥行きあそこすごいな。え、これ私で出てくるやつじゃん、これ、横から。出てこないやつじゃん、これ。あ、カメラだ。あー、カメラ、嫌いになりそう、これ。いや、いいですね。奥行きましょう。わー、何？あ、なるほど。なるほど。電気で撮れると、眩しくて、動きがクラクラしてしまうとね。そういうことですね。さあ、奥へ。何か、え、音？これ、押したことによってあるじゃない？わお！あ、わかった。これ踏んじゃダメなやつだ。これ踏むと、写真撮られて、やれちゃうやつだね、間違いなく。オッケー。そういうことね。ちょっと前のギミックは、あれが原因だったのねって。どうぞ。なので、スローが入っちゃうわけだ、ここで。
待って待って、何これ、どうすんの、何すんの、どうすんのこれ。あのね、ここでスローが入っちゃって写真撮れちゃう感じね。オッケー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 。あ、わかったわかった、なんかぶつけるんだここに。オッケー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 。待って待って待って、ね、ギミックわかった、ギミックはわかったが、何をぶつけるんだ、これか。あー、そういうことね。 IC IC、 わかりましたわかりました、そういうことでありんですね。オッケー。持つのがね、結構独特で。はい、多分ここで走っていくんだ。オッケーオッケー。でもほんといよいよ組み合わさってんなこれ。オッケーオッケーオッケー。まずい、入れてください。オッケーに入れた。オッケー。あ、ここで、はい、上上がっていくんですかね。何か、お、あったね。多分この糸に登っていって行くんやね。オッケーオッケーオッケー。いや、すごいね、この腕の力で登ってる感じ、たくましいね。オリンピック選手あるじゃないか本当に。はい、あ、待って待って待って。ちょっとね、あの、あんまりちゃんとジャンプしないんだよねこれね。なんかあの、ジャンプするっていうか、まあ、ずり落ちるに近いかもしれないねこれは。はい、オッケー。はい、登っていって、で結構ね、高いところまで登っていこう。高いところまで登っていって、もうちょっと登っていって、こうやってこう。オーケー、いいですね。なんかぴょこひょこっていくんだよな。これなんだ、これかな。これでもない、うるっ、待って待って、あー、これ多分ここだな。え、なになになに、え、無限無限落下に始まった、もしかして。オッケーオッケー。オッケー。あと、ここ、あ、ここね。扉はフェイクといったところか。オッケー。さあ、ここにまっすぐ行って。はい。まだ恋しない、なんか、ゴゴゴゴゴゴってやってるよ。あ、寝てるやつおるやん。なんか、下に銃なんか置いてない？なるほど。多分ここを鳴らしたらガチャーンと落ちちゃうんだよこれきっと。オッケーオッケー。で、多分スナイパーライフル置いてあるってことは多分そういうことなんですよね。あっ、あ、え、ちょっとクマくん一回踏んでみますかこれ。じゃあ一回どうなるか。はい、あ、なんもなんないっすね。あ、待って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 、いや、これ待って、いや、結構大変だぞこれ、ちょっと待って。待って待って待って、いや、割りかし大変だぞここ多分通んの。オッケー、ここ通っていくか。オッケーオッケー。ここ通っていって、待てよ、はい、通っていくじゃん、ここ通っていくじゃん。待って、行って、あれ、ね、落としてもダメなんだねこれを。オッケーオッケー。え、目覚めた、さっきも大丈夫。オッケーオッケー。で、ここで当たらないようにして、はいはい、通過していって、いいね。で、ここ行って、はい、登ると。嘘！ちょっと待って。あれー、ちょっと待って。あのさ、ちょっとさ、掴むボタンないから、結構なんかそう、掴めないんだよね、あれ。あれが一番難しいな。オッケーオッケー。冷静に行こう、冷静に。はい、はい、ちょっとですね。焦ってやらないこと大事。あっぶない、今。やったと思ったわ。まあ、やったんですけど。
やったと思ったとか、まあやったんですけど、オッケー、はい、オッケーオッケー。もうね、めちゃめちゃね、もうキワキワまでいってやろう。はい、おーし、オッケーオッケー、いいよ。で、ここで奥行きますか。いや、こんな屋根裏ある家、住みたくねえな、俺。だって、ほんとに。うわー、待って待って、いや、カメラ部で見た部屋じゃん、これ。何？赤いなんか、浴槽みたいなのなんか、気になるね、これね、本当に。何？誰か、友達を探してんのかな、もしかして。え？何何？え？何？あ、ここ？こっち行けばいいの？何があるの？いや、また何て言ったんですけど？え？待ってください。何何？めっちゃ追いかけてくるやん。あ、これ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 。カメラ壊れてないの？大丈夫？危ない危ない。あ、危ない危ない。待って待って。こっちかな？あ、こっちか。オッケー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 。さあ、低いとこ来れないよね。え、なんかちょいちょい出てくるんだけど。なんだのあれ。え、待って、なんか普通に通過しちゃった。これなんかある。ないか。オッケーオッケー。じゃあ降りるか。絶対出てくるでしょ、これよかった。出てくると思ったー。今待ってた、むしろ。オッケーオッケーオッケー。はい、オッケー行って。はい、オッケー。はい。はい、7K のマラドーナ走ります。オッケー。はい。そして、ここで、あい、走りますってからの、はい、きれいにジャンプ、オッケー。もう一回ジャンプ、オッケー。はい。よく左ですね。おー、前から来るの？前から来るパターンはなかなかあれですね。初パターン、お初でーす。待ってください。なに？なに？え、そんななの？え、なに？無理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 。なにこれ？え、どっての？え、いけんの？いけんの？いけんの？いけるんだ、これ。待って、すごい量の感じ。いや、すごいね。ボタンに追われるっていう、あれですね。感覚分かりました今。うわ待って、また出たよ。え、どんだけ出てくんのこれ。入ります。オッケー。おお、大怪我しそうだね、これ。何これ。え、あお、何？何、どうすんの？え？え？何、落ちたんだけど？オブサイト。あ、ここで終わりなんだ。え、めっちゃできいいじゃん、これ。え、めっちゃ面白かった、これ。ダークエストルーム。めっちゃ続き気になりますね。今とかデモ版とかそういう感じじゃないらしいので、続きがあるかどうかわからないんですけど、え、めちゃくちゃ続き作ってほしいですね、これ。え、マジ、ゲーム体感で、ね、5分、マジで。それくらい面白かったわ。受けて。ぜひ、製品番号を作ってほしい感じありますね。まあ、もしくはもう、製品番号ね、もう、とりあえずチャプター作ってほしいですよね。いや、これは面白いです、本当に。なんかあのカメラやつにね、なんか映写機にこう追われる感覚もすごい良かったしね。なんかこうすごいな、なんかあの、絶妙なバランス感あったね。まあホラーとか全然なかったんですけどね。なんかドキドキ感って、おーおーみたいな。そういうなんかね、迫ってくるね、光の恐怖、十分に味わいました。というわけで、またよかったら見てください。ミントスでした。またね、バイバイ。でもこの少年がね、なぜ追われてたのか分かんなかったし、なぜそこにいたのか分かんなかったんで、もし製品版作ることあったらそこでね、掘り下げてくれるとね、
最高かもしれませんね。それでは皆さん、またよかったら見てね。またね。バイバイ。See you!